everything changes. はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回はスマートフォン版 PUBG ことこちら PUBG モバイル、早速ね実況プレイの方やっていきたいと思います。で今回やることなんですけども、今回は画質について少し話していこうかなということで、前回、全体的な設定と音量について動画を上げさせていただいたんですけども、結構好評で1日近くで再生数もそこそこ、そして何よりも、高評価数と低評価の割合が非常に良くてですね、久々にねちょっと綺麗なコメント欄で楽しく、コメントの方も返信させていただいたんですけども、その中でもやっぱりあのヌルヌル動かないだとか、まだ自分のスペックが足りないんだけどもちょっと今回は画質落としたくないっていうユーザーが多くてですね、あの結構その画質向上兄貴と、ヌルヌル向上希望兄貴が多かったので、今回はちょっと画質についてと、そもそも超ヌルヌル動く動作っていうのが PC ほど求めなくていいっていう理由について今回は雑談しながらプレイの方やっていきたいと思います。はい、ということで毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。なんか私の動画のコメント欄だけ PUBG 勢と荒野行動キッズがね、あの戦ってないということで、非常にこう落ち着いてコメント欄が楽しめてるということで、ぜひとも皆さんあの心がけてコメントしていただけると幸いでございます。ということで早速やっていきましょうか。それでは早速やっていきたいと思います。こちら PUBG モバイルの画質の設定っていうのが、こちらグラフィックって項目なんですけども、上からクオリティ、スムーズ、標準、HD、HDR、ウルトラ HDR っていうのがあるんですけども、こちらウルトラ HD に関しては、まだ未開放で、こうご期待って形となっております。そしてその下、フレーム設定、ラグやバッテリー消費は設定を下げることで緩和できます。こちらが、フレームレートの設定ということで、PUBG でも高 FPS 設定ってあったじゃないですか。そちらの項目になりますね。とりあえずクオリティとフレーム設定なんですけども、クオリティの方は直接的に打ち合いに関係してきません。あの、敵の発見のしやすさだとか、あのそういう見やすさってところですね、単純にゲームの画質なんで、あのクオリティってところはそういったところ関係してきます。そしてフレーム設定、こちらが打ち合いに関係してくるんですけども、いわゆる FPS 値、まあ、結構 FPS だとかシューティングゲームやってる方は結構聞いたことあると思うんですけども、コマ数ですね、こちらが関係してきます。そしてその下が演出なんですけども、クラシック、カラフルだとか、色々とあるんですけども、とりあえずコントラスト的にカラフルが一番見やすいということでこちらにやっております。その下がね、アンチエイリアス、テクスチャを滑らかにしますが、バッテリーの消費も多くなります。まあ、いわゆるテクスチャの、滑らかさですね。そしてグラフィックの自動調整、こちらが、スペック的にちょっと厳しいなってことだった場合、あの下でちょっとフレームレート下げますかって、 FPS 値下げますかっていう風に、来ます。こちらに関してはあのスマートフォンのスペックが悪いというか、やっぱり限界なんですよ。PC だった場合、あのこれが悪いと勝手に FPS 値が落ちて勝手にラグクしてくれるんですよ。そのパソコンの今現状の通信速度だとか、スペック、CPU 稼働率だとか、メモリの容量を見て、変動してくれるということで、パソコンはそういった自動機能がついてるんですけども、ちょっとねスマートフォンの場合はそんなにいいものではないんで、あのこういった形で設定しないとあれなんですけども、こちらも有効にしておくと非常に便利というか、あ今ラグインだなとかっていうのが分かりますね。っていった形で、設定はざっと説明させていただいたんですけども、先ほども言ったようにクオリティに関してはあのそんなに、関係してきません。あのっていうのもあの PC 版あるじゃないですか。 PC 版の、PUBG やってる方大半の方がクオリティ落としてます。でそれはなんでかっていうと、あのスマートフォンと違って PC の方は画質を下げようと思ったら、これ狙えんじゃね、ほっさすがに無理か。あ、一発当たった。ラッキー。あの、PC の方は画質を下げれば下げるほど、あの、フレームレート数っていうのが上がっていくんですよね。まあ、上がるかどうかっていうところではあるんですけど、間違いなく最高でやるよりも落とした方が、プレイしやすくなるっていうのが現状なんですよ。なので、あの、プロゲーマーの方とかは割と落としてますね。代わりに、あの、秒画距離っていう、敵を早く発見できるっていう項目に関してはみんなあのマックスにしてますね。 PC ではそういった細かい設定ができるんですけども、こちらの方ではそういった機能がないので、あのとりあえずクオリティに関してはまあお好みでいいんじゃないかなと思います。PC と違ってこのゲームあのフレームレート数っていうのがある程度決まっているんですよね。でそちらについてね、まあ、話させていただくと、こちらのグラフィックの、フレーム設定あるじゃないですか。ウルトラが、60で一番下が30から、30以下ということで、本当にあの超カクついてる時はあの3fps だとか 10fps だと思うんですけども、基本プレイはどんだけ低スペックでも 30fps は出ると言われております。で PC の限界ってもう H1Z1 とか200ぐらいいくんですよね。 PUBG でも 140Hz ぐらいは全然で出るということで、 140Hz というか140フレームは全然出るということで、あの PC の方はもう底なしって思っていただいていいんですけども、まあ、スマートフォンに関してはやっぱり60固定ということで、じゃあ逆に言うと
フレームを下げなければクオリティはどんだけ下げても大丈夫ということで、目くじら立ててる兄貴というか、まあ、ちょっとスペック低いけど下げたくないっていう兄貴も落ち着いてね、ちょっとクオリティの方を下げていただいて、フレームセットを上げていただくと、まあ、スムーズに、ゲームの方がプレイできるんじゃないかなと思います。やっぱこ、まあ、すごいね、掛け合いだしてすごい申し訳ないんですけども、やっぱコアコードと違ってスペックがすごい求められるゲームでラグいんですよ。なのでそこら辺ちょっとしっかりとしないとこのゲームは楽しめないということで、私もこのゲームのために iPhone8 買うぐらいなので、本当にね、6兄貴の気持ちわかりますね。僕は iPhone6 とか、まあゲームできないよこのゲーム、ラグいのなんのっていう形で、本当にこうスペックもしくは設定を変えないとちょっと厳しいということで、今回設定見直していただいたらいいんですけども、そもそもフレームレート数、30と60でそんなに、まあ、差はあるんですよ。差はあるんですけども、スマートフォンだった場合、実はそんなにないんですよ。っていうのも、フレームレート数、60フレームの1フレーム数1コマですね、が、だいたい 0.015 秒なんですよ。で、30フレーム、30fps は、1コマ、だいたい 0.03 秒なんですよね。で、0.03 秒と 0.015 なんで、まあ、単純計算60と30の割る2なんで、まあ、出会い頭の、その、最初敵が挙動ですね。最初の敵の挙動が 0.015 秒早く見えるかどうかの違いなんですよ。で、0.015 秒の差って言ったら、格ゲーとかだったらめちゃめちゃでかいんですけども、スマートフォン版のバトルロワイヤルゲームで、しかも Wi-Fi ですよ。有線でなくて Wi-Fi 通信して、なおかつ、スペックが PC よりもめちゃめちゃ低い、コア数だとかそんなに積んでない、ラグ、あって当然、ね、PC よりも、ぬるぬる動かなくて当然って言われてるゲームで、0.015 秒の世界ってそんなに大差ないっていうのが、まあ大体皆さん想像つくと思うんですよ。で、それこそ画面、まあタブレットでやってる方はわからないと思うんですけども、この画面自体もそんな大きくないんで、敵が発見できる、人間の反射神経って 0.2 秒なんですよ。あ、敵がいたって言って見えて撃ち出すのが、構え出すのが 0.2 秒なんですよ、人間は。プロゲーマーとかだったら 0.1 秒台兄貴もいるらしいんですけども、基本一般ピーポー、僕みたいな一般ピーポーは 0.2 秒から、その前後ということで、あ、敵がいたって同時に撃ち合うときに、30フレームと60フレームの差だったら 0.215 秒、まあ、やっぱ敵との差がつくわけなんですね。60と30だった場合、単純計算ですよ。本当に超単純計算、向こうが60だったらそれぐらい差が生まれるわけなんですけども、ラグがあった場合、それ以上の差が出てくるっていうのと、あとスマートフォンだった場合、どういう状況かっていうのは正直わかんないので、 0.215 とかの世界はちょっとこう古いのかなと、古いというか大差ないのかなっていうのは正直なところですね。うめえ、スペヘルはでっけえでしょこれ。ありがとうなす。まあそういったところちょっと非常に難しいところではありますが、単純計算だけの話で言うとそういう形なんですけども、まあやっぱり一番大事なのは皆さんのフィーリングだと思いますので、こちらのね動画を鵜呑みにせずにちょっと聞き流していただいて、そういや、あ、実況者じゃない、なんかそんなこと言ってたなみたいな、ちょっとなんかやってみるかぐらいで本当いいので、ちょっとね遊んでみてください。いるね、 OK。あ、そうそう、これも話そうかなと思ってたんですけども、60と30の差って単純計算2倍ぐらい差が違うんですよ。正直なところ、クオリティを下げてしっかりと 60fps が出るように設定してあげた方がいいのかなということで、ここはクオリティに関してはスムーズにして、フレーム設定だけはこちらの極限にすると非常にいいんじゃないかなと、思います。あ、極限の説明してなかったね、ごめんなさい。スムーズにすると、画質落としたりとかすると極限っていうのが解放されるんですよね。はい、これにするともう本当にぬるぬる敵が動きます。これがもう PC、プロゲーマーと同じ設定ということで、近くにね、こんにちは。おい、ボット。ちょっとエイムワーク反ったけど、ありがとうございます。あ、近くいんね。どっか行ったな。いるね。ここだよって一回赤点出してあげて、入ってこう、左リンでお待ちしております。左リンでお待ちしております。左リンでお待ちしてるんですけども、早くしていただけませんか。ボットでぐるぐる回ってるだけか。いたな。まだいんね。 OK。 でそこ伏せてるやつも美味しくいただきます。近くいんね。おいおい、これ気づくのはボットじゃねえな。こんにちは、危ない。極限設定はどうやったら出るんだろうねこれね。前のね iPhone6 は出なかったんで、おそらく6兄貴は無理だと思うんですけども、まあ8ぐらいの、まあ、最近出た、今年1年以内出たやつであれば出てくれると私は信じています。そこら辺ちょっとデバイスに関して、スマホのデバイスに関して僕詳しくないんで、なんとも言えないんですけども、あちらへんにね、とりあえずこの上取りに行くか。あー、ボットじゃないわ、めんどくさいやつや。ボットじゃないと何が鬱陶しいか、すぐ隠れるから一瞬でこう打ち合い決めれないんですよね。そうだから長時間の打ち合いになっちゃうから、ほんほんほん、隣一個、隣で住もうや。
そこです。ほん、いたね。そこです。うん、はい、出てこいよ。そこおったら危ないぞ。あれだな、シージみたく壊して、あれか、見通しを良くするか。フラグ4個あるんだよな。もう次の範囲来たじゃん。これはね、どういう手段を使うかって、これ公式のプロの方もやってるんですけども、とりあえずフラグを1個投げて、この爆発とともに1回降りるんですよ。おらへんやん。これあかんわ、先逃げよう。どりゃー、いたな、あれか。そこです。で、入れながら今のうちに、さよなら、早めに、はいはい、色いた。あれ無視したいな、けど私はやっぱりキル数も確保していきたい。いた、あった。あー、ミリベ削っちゃったか。いた、危ない。バイクで行くの怖いけど、ちょっと寄ってみるか。やっぱこれもエンターテインメント性なんでね。待って、手前にも物資あるじゃんこれ。どういうこと。グロッツァか、グロッツァでいいでしょ。そこいそうなんだよな。てか左にいたんだよな。いたよね。待って、手前いる。うわ、最悪、ギリスーツ見てた。はいはい、ということで2頭を追うものは、ドンカツを取れずということで、何もうまくないくくりなんですけども、こちらね、フレームレート設定だとかいろいろと画質の、お話をさせていただきましたので、よければちょっと、真似してみてください。いや、いいね、本当にこうぬるぬるだね。ぜひともちょっとあえてね、クオリティを落としてちょっとフレームレート数っていうのを上げてみてください。はい、それではね、毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。ふっ、おっ、おっ、よいしょ。あいつ、スナイパーライフル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 、出会ったら攻撃中。あんな言えばお前、あれ、カウンテー出せない、出せないのか。いや、希望来い。フラグオンラインはからの後ろ下がれ。お、倒した、池田やった。これ何、何これ、何、スパイダー雲の皮。あ、ちょっと待ってください。やめろー、何も気が動かない。駐車止め。おー、あっしゃ、マジで嘘。お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールで、マジで嘘やろ。え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん。マジか、全然見えへん、全然見えへん。